母さん、ちょっといいかしら。何でしょうか。これはお父様が帝大を首席で卒業した時にいただいた金時計です。これをあなたにあげます。僕を認めてくださるんですね、お母さん。あなたはとっくにお父様を超えてますよ。そう言ってくれてば、いつまでたってもお母様は超えられないのね。おっしゃる通り。超贅沢時計ボス超から。何、18金の超贅沢時計が当たるらしいです。大森さんも応募しましょうよ。俺はいいよ、だってあれだし。あれって俺が当たっちゃったらその分一人当たらなくなっちゃうだろ。悪いよそれは。誰に？みんなに。それは悪いよね。悪いよ、欲しいけど。そんな人に当たってほしい超贅沢時計ボス贅沢微糖から。その男は前だけを見ていた。そして何かを超えようとしていつももがき続けてきた。彼にとって人生とは逆風の中坂道を登っていくイメージだ。一方その男にとって人生はもっとシンプルだ。今自分が一番いいと思ったことをやる。その積み重ねで彼の人生は進んでいく。時間余っちゃったな、どうする？時間がない、急ぐぞ。そんなあまりにも違う二人の上にも同じ時間が今も流れている。超贅沢時計あなたに、どうか良い時間を。ボスから。